おはようございます。こんにちは。ハワイトーコナです。今日はね、すんごい天気悪いんですよね。あいにくなんですが、今日は空港の近く、車で、そうですね、5分ほど、ワイナニエステイツというところにございます。とても素敵な戸建てのこちらご紹介でございます。2007年地区ですね。ちょっと中見ていきましょう。こちらね、綺麗な、網戸ドアになってございます。床のここの部分だけタイルになっていて面白いですね。あとずっとフローリングでございます。非常にオープンコンセプトで、こちらはね、3ベッド2バスでございます。全体で土地はおよそ300坪、建物はおよそ136平米ございます。比較的築浅なのでとっても素敵です。オーナー様ね、もうご退去されてますね。ほとんどの家具が、大きな家具が、この電気素敵ですね、残ってる状態なんですが、こちらは販売に含まれるそうです。一部のステージングのアイテムを除いて家具が含まれます。このように広々としたオープンコンセプトのリビングです。窓もね、綺麗ですよ。ブラインドも綺麗だし。キッチンですね。ちょっと食べ物がいっぱいある。それもらっていこう。タイルも綺麗です。これどうかな、どうかな、どうかな。違うか。違いますね。こういうとこ直したいな。家電製品も若干、ディッシュウォッシャー年季が入ってるかな。オリジナルっぽいですね。これもちょっと大理石調な感じです。はい。あ、でもこのフルオーブン、サムソンの、これピカピカですね。電子レンジもピカピカでございます。あ、冷蔵庫も素敵です。サムスンの新しいやつ。給水器もついてます。めっちゃパーティー状態の食べ物がいっぱいあります。後でもらっていきます。こちらがキッチンの部分で、これいいですね。キッチンの横がガレージアクセスになってて、お買い物した時にね、あ、ここパントリーですね。セントラルエアコン付きだそうです。あ、出た、エクストラ冷蔵庫。これ全部、これもついてくるのかな。多分ついてくると思います。オーナー様がどう見てももう退去されてると思いますので。お、ランドリーがここにありました。これもいいですね、サムソンの。これいいな。だからね、こういうやつだったら私、踏み台必要ないんですけど 高いんですよね。でもこれきっと人がわさわさ来ました。ここ収納ですね。収納があって、廊下がこのようにあって、ちょっと一つずつ見ていきましょうか。ここは大きなベッドルームですね。ベッドが入ってない。非常に広々としています。あちらがウォークインクローゼットでしょう。今のこのベッドルームの床はね、このように木ですね。本物の木。綺麗なフローリングです。ここにかなり広いウォークインクローゼットがあって、あ、ここ住めますね。私、窓もあって明るいです。ベッド置けそうです。で、ね、その横にアンスイートの形でバスルームがあるんですけれども、これも綺麗ですね。ここゴージャスです。この大理石はとっても綺麗。あら、なぜかこんなところがソフト。タイルもとっても綺麗ですね。このブラインド素敵だな。ここが布で、これは木なのかな。はい、ウォークインシャワーになってございます。このシャワーのタイルもヘッドも新しくなってますかね。とっても綺麗です。
バスタブつけたい感じかもしれないですけれどもね、日本人的には。はい、こちらが一つ目のバスルームでございます。はい、こちらが二つ目のベッドルームです。そうか、ベッド類は置いてってくれなかったんですね。はい、ミラードクローゼットになってございます。その横に、そっくりさんの3つ目のベッドルームがございました。あそこにミラードクローゼットがついていて、テレビもついてますね。変な方向見てますが、バスルーム素敵ですね。この鏡とかも新しくなってるかな、ね、とっても綺麗になってます。あ、これ違うんだ。これ同じマット持ってます。タイル綺麗ですね。こちらには、バスタブがついてます。このタイルも新しくなってると思いますね。窓もついていて換気もしっかりできそうです。かなりね、今人がいてごった返してたんですが、ラナイに出てきました。ラナイ素敵ですね。とってもここはね、静かな住宅街で、ちらっと向こうの方はね、あれオーシャンビューですね。ちょっと曇ってて分かんないと思うんですが、あの辺です。あの辺は海です。晴れてればこれとっても素敵だと思います。このラナイのここの部分がとっても素敵です。大きなファンがついていて、手入れもとっても芝生が綺麗ですね。あの大きな収納もいいですね。バナナちゃんが鳴ってますよ。あそこ見えます？バナナさん。あとこのパイナップルが可愛らしいですね。こちらはね、ワイナニエステーツというところにございます。3ベッド2バスの戸建てでございます。土地はおよそ300坪、建物は3ベッド2バスでおよそ136平米、2007年築でございます。お値段はですね、98万と5000ドル日本円でおよそ 1.3 億円での販売でございます。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。私はあそこのおやつをいろいろもらっていこうと思います。というわけで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。皆様良い一日を過ごしください。ではでは、またいただきます。サンドイッチ、クロワッサンのサンドイッチと、ちょっと上に今持てないのでチョコレート乗っけてます。いただきます。晴れてこないかな。